俳優、武田真治、50、が19日、東京都内で行われた男性大賞のビューティーアワード、第3回メンズビューティーアワードの受賞式に元サッカー日本代表の本並健治氏、59、らと出席した。6月に妻でモデル、静香真奈美、28、との間に第一子となる長女が誕生。ビューティーミドル部門を受賞し、今年は娘が生まれ、50歳になり、ますます頑張りたい年なので、これを糧に頑張ります、と笑顔、50代の星である私にふさわしい。異常だと思いました、と胸を張り、大喝采を浴びた。マナ娘について、出かけるときは寝ていたので、あまり声をかけられなかったんですが、いつも顔を寄せてスリスリしています、とパパの顔。育児について、楽しくやっています、と語りつつ、ちょっと寝不足の日々が続きます。きっちり3時間おきに泣いて、日中はこうして自分が仕事に出ることが多いので夜は自分が見るようにしています、とイクメンぶりを明かした。一方、ロート製薬株式会社で、王将を受賞した本並氏は、2月に妻で元サッカー女子日本代表でタレント、丸山桂里奈、40、との間に第一子の長女が誕生、可愛いですね。物心ついた時に、パパの匂いが、って言われたら嫌なんで。僕の奥さんは19歳下なので自分磨きしていないと老化する、と熱弁し、真治さんとロケやってる時に、子供が生まれました、と告白。武田に対し、先ほどお会いした時に、子育てのレクチャーをしておきました。6ヶ月目の方が大変だぞって、とお茶目な笑顔を見せた。